相本義彦は日本のフリーアナウンサー。元北日本放送アナウンサー。富山県高岡市出身。血液型は B 型。実家は高岡市内の石鹸、雑貨ドンヤ。相イの代表番組の一つであったコンビニラジオ相本商店いらっしゃいますせと、その後 FM イミズで担当している相本商店イミズ店の番組名。 現在の公式サイトのタイトルは、この家業の野号であった、愛本商店に由来するものである。富山県立高岡高等学校を経て、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。1979年に、北日本放送入社。放送では、頻繁に、富山弁を多用するが、一二二章は、私もしくは、俺。長年にわたり、 テレビラジオを問わず数多くの番組に出演し、北日本放送で最も知名度のあるアナウンサーの一人であった。退職時の役職はラジオセンター部長。1996年に最初の妻と死別。2008年5月に再婚している。かつての部下で同じ事務所のフリーアナウンサーカジーエリコは義理の娘にあたる。幼少の頃から映画や漫画、 音楽に非常に造形が深く、アナウンサーにならなければ映画会社への就職を考えていたほどの映画好きである。2009年1月20日、富山市に来訪した民主党代表の小沢一郎から第45回衆議院議員選挙において、富山3区への出馬要請を受ける。同選挙区は、現職の国民新党代表、渡抜民助が比例北陸新越ブロックへの 転出を表明しており、公認候補が模索されていた。出馬要請の翌日から番組出演を降板し、1月26日、辞表を提出し受理された。その後、ANA クラウンプラザホテルと山で、小沢代表と会談し、出馬する意向を伝えた。2月4日。 小沢の求めに応じて、社会民主党副党首の又一政治が会談、相もを無所属の野党統一候補とした。国民新党にも協力を働きかけたが、国民新党は、富山一区と二区においては支援したものの、綿抜き代表の地元である三区においては、ノータッチと態度を明確にしなかった。民主党の第45回衆院選への現職アナウンサーの、 擁立は、元 NHK アナウンサー佐伯武氏の静岡7区への、擁立、元南海放送アナウンサー長江隆子の愛媛1区への、擁立に続いて、3例目であった。第45回衆院選では10万5483票を得たが、前高岡市長で、高岡高校の後輩でもある、自民党新人の立花の慶一郎におよそ2万9000票。 及ばず落選した。前述の二人のアナウンサーはいずれも比例区にて復活当選を果たしており、民主党の公認を受けられたか否かが明暗を分ける結果となった。民主党副代表の石井はじめは投票日前の8月27日に民主党の公認候補にしていたらよかったと思うと発言している。この選挙戦を通じて、相元は相手事務へからの誹謗を、 中傷に苦しんだと主張している。講演会の代表世話人名で公式サイトに、言われなき誹謗、中傷に関する情報についてという文書を掲載した。この誹謗、中傷については、2004年5月の高岡市長選で、立花と争った、向井英二も、7月18日付の自身のブログに、相手の誹謗、中傷をさも得意げに発信している人営がいる。 かって、小生も犠牲者になった。相手候補を陥れるのみに、悪知恵を働かすのは、有権者に対する冒涜だと、自らの経験を綴り、相手陣営を批判した。ただ、いずれの例も当事者としての発言であるため、ことの真偽やその程度については定かでない。2010年2月、同年7月に実施される、第22回参議院議員通常選挙に、相元を、 富山県選挙区から民主党公認で擁立することが、党富山県連から発表された。連立相手の社民党との協議が難航したが、4月2日に党本部の公認が決定した。この選挙において、富山県選挙区の民主党公認候補としては、史上最多となる22万票余りを獲得したものの、自民党現職の野上幸太郎に約10万票差で敗れ、 落選した。2010年9月、衆院選出馬に合わせ開設していた公式サイトを閉鎖した。合わせて、魚津市での渡辺洋一トークショーの司会や、ラジオ、高岡、f m 水で、レギュラー番組を持ち始めるなど、アナウンサー、司会業としての活動を再開した。このレギュラー番組の中では、2010年10月に、中水園で入院していたことを明かした。 さらに2012年4月からはこれに加え、ラジオ、高岡において、中学校の後輩でもある前任者、車、吉明の後を継ぐ形で金曜午後の5時間の、生放送番組、愛元吉彦のラジオ愛を開始した。2012年秋からは、地方発信のアイドルグループを結成するために、オーディションから、企画、運営に携わり、明日へのスーパーアイドルのプロデュース業に、 意欲的に取り組んでいる。グループは2013年にビエナロ祭としてデビューを果たし、愛元は統括プロデューサーに就任している。また NPO メンバーとして高校放送部のアナウンス指導をしたり、メディアやコミュニケーションに関する講演会を行ったりしている。突起のないものはすべて北日本放送での出演である。ありがとうございます。